はい、こんにちは、浅井です。今回はフレンド募集したいと思います。ということで早速その内容なんですけれども、まずフレンドになる方法は2種類ありまして、今から言う方法がメインになるかなって思いますので、基本的にはこちらだけチェックしていただければ OK です。はい、でまずその一つ目の方法は抽選形式ですね。誰でも自由に応募することができます。まずこちらから出すフレンドの条件は特にありません。ランク、王冠、使うリーダー何でも大丈夫です。ただしログインが3日以上空いた場合はフレンド削除をする可能性がありますので、毎日ログインする方が望ましいかなというふうに思います。はい、それ以外は特に条件ありません。次に応募方法なんですけれども、2パターンありまして、まず一つはこの動画のコメント欄に ID を書く。この動画のコメント欄に ID を書く。ID がコメント欄に含まれていれば応募とみなします。別にそれ以外のこと書いてくれてもいいんですけれども、ID さえ含まれていれば応募したっていうことでみなしますんで、よろしくお願いします。で、二つ目。僕のツイッターですね。@朝日_TS の方に DM で ID を送る。ダイレクトメールですね。こちらで ID を送っていただいても OK です。コメント欄にね、その自分の ID 晒したくないよっていう方は、こっちの方法をね、取っていただければいいかなっていうふうに思いますね。コメント欄に ID を書くか、もしくは僕のツイッターのダイレクトメールの方に ID を送ってください。で、必ずこのどちらか片方だけでお願いします。片方だけ。両方やった場合、まあ、もしくは複数投稿されているってことが確認できた場合は無効となりますので、ご注意ください。はい。で、期間の方は6月1日火曜日の23時59分まで。6月1日火曜日23時59分まで。定員は15名とします。で、当選発表は、こちらの方からその記載していただいた ID の方にランダムで15名選ばせていただいて、こちらからフレンド申請を送らせていただきます。で、応募された方は6月1日以降ですね、フレンド申請の許可を必ずね、ゲーム内でオンにしておいてください。申請が完了したら、その趣旨をですね、ツイッターとあとコミュニティの方に投稿しますので、そちら確認お願いします。で、そのお知らせが行われた時点で、申請が届いていた方は当選、そうじゃない方は落選という形になりますので、よろしくお願いします。はい。おさらいすると、フレンド条件は特になし、応募方法はこの動画のコメントに ID を書く、もしくは、ツイッターの DM で ID を送る、どちらか片方だけ。期間は6月1日いっぱいまで、定員は15名となっております。よろしくお願いします。はい、ということで、まあこれが一つ目のメインの方法ですね。で、次に二つ目の方法なんですけれども、こちらはメンバーシップに登録していただく方法ですね。で、こっちはお金がね、ちょっと絡む方法なんで、もうそれはもう興味ないよっていう方はね、ここで動画閉じていただいて大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。はい、ということで、メンバーシップ向けの方法ですね。まず条件の方が、6月1日23時59分までにメンバーシップになっている方というふうに一応しておくんですけれども、まあ別にこの期間過ぎても後からメンバーになって、メンバーになったよっていうふうに なんかどうにかこうにかして僕に知らせてくれたら、基本的にはね、いつでもフレンドになりたいというふうに思ってはいます。一応その今回便宜上期間は設けますけれども、まあその6月1日目安ぐらいにね考えてもらえばいいかなっていうふうに思います。で、もちろん今現時点でもうすでにメンバーですよっていう方もね、フレンドになってない方がもしいらっしゃったら、そちらの方も対象となります。で、応募方法なんですけれども、この動画投稿後にメンバー限定の記事を用意しますので、そちらの方にコメントをとして ID を記載してください。で、まあ、もしくは僕のツイッターの方に DM で、そのメンバーであることが確認できるスクリーンショットと ID を一緒に送ってもらうでも OK です。このどちらか片方でお願いします。で、定員は先着10名です。抽選じゃなくて先着です。ただ、まあ、この10名が埋まるっていうことは方法もないと思いますんで、メンバーになったら確実に、まあ、なれると思っていただいて大丈夫かなっていうふうに思います。で、万が一10名埋まっちゃった場合は、その時点でコミュニティの方でまたお知らせしますんで、確認をお願いしたいと思います。で、あと細かい話なんですけども、メンバーシップになっていただいて、で、フレンドになりましたと。で、その後でメンバーを退会していただいても OK です。まあ、その場合でも都合1ヶ月分の料金だけは発生しちゃうんですけれども、その後継続的にメンバーであり続ける必要はないです。はい。で、またそのメンバーを退会した場合でも、その退会を確認した時点で僕からそのフレンドを切るっていうことは絶対しませんので、そこはご安心ください。はい。メンバーになってフレンドになりました。その後メンバー即退会でも全然 OK ということにします。
ただし、これは先ほどの抽選形式の場合と同様に、ログインが3日以上空いてしまった場合は、フレンド切らせていただく可能性がありますので、そこはご注意ください。はい、そこは共通とさせていただきます。はい、ということで、おさらいすると、条件が6月1日いっぱいまでにメンバーシップの方。で、応募方法はコミュニティのメンバー限定記事に ID を書くか、Twitter の DM で、メンバーであることが確認できるスクショとセットで ID を送る。で、定員は先着10名。ということで、その他注意事項確認をお願いします。はい、以上ですね。もし何かわからないことがあれば、コメント等で、聞いてください。可能な限りお答えします。はい、ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。